大事なお願いがあるんだ。コロナっていう悪いウイルスが流行っていることはもう知ってるよね。お外にあんま出ないでって言われてるけど、どうして？うんうん、そこで今日は悪いウイルスから自分を守ったり広めたりしないために僕たちみんなができることを教えるよ。お願いします。お約束は全部で5つ。覚えられるかな。お約束その1、お家で過ごそう。お外で遊ぶのは我慢して、お家の中で遊んだりして過ごそう。お外に出るのは用事がある時だけ。はい。お約束その2、手洗いうがいをしよう。お外から帰ってきたりご飯を食べる前は必ず手洗いうがいだよ。ウイルスから自分を守るためにとっても大切なんだ。この動画の最後に楽しい手洗いの歌を紹介するから、みんなも真似してみてね。セモリン覚えた。お約束その3、よく食べよく寝よう。きちんと食べたり寝ていないと体が弱くなっちゃうんだ。体が弱くなるとウイルスにかかりやすくなってしまうよ。これもウイルスから自分を守るためなんだ。正解。好き嫌いしないで、よく食べよく寝て体を強くしよう。お約束その4、咳エチケットをしよう。咳やくしゃみをするときに口を塞がないとウイルスが周りに飛んでいっちゃうかも。服の袖やマスクをしてしっかりお口を塞ごうね。あやいさん。お約束その5、あまりお顔を触らない。手についたウイルスがお目目やお鼻、お口にくっついちゃうかもしれないんだ。ウイルスから自分を守るためだね。みんなは5つ覚えられたかな。お約束その1、お家で過ごそう。その2、手洗いうがいをしよう。その3、よく食べよく寝よう。その4、咳エチケットをしよう。その5、あまりお顔を触らない。覚えられた子はグッドボタン。僕たちみんなができることで悪いウイルスをやっつけよう。次は手洗いの歌始めますよ。お腹減った。ご飯食べたい。二人ともまずは手を洗ってね。お腹が減ったよ、ハンバーグ食べたい。ソースのかかったハンバーグ食べたい。山盛りポテトを隣に添えて、チーズを削って乗っけたい。お腹減ったよ。つぐもまだ食べちゃダメ。もう少しよく聞いてね。1、2、3、はい。ハンバーグできたら胡椒をかけて、ナイフとフォークを両手に持って、水でジャバジャバ泡が落ちたらタオルで拭いて出来上がり。二人とも覚えられたかな。次は実際に洗ってみましょう。今度は一緒に歌ってみましょう。上手に手洗いできるかな。お腹が減ったよ、ハンバーグ食べたい。ソースのかかったハンバーグ食べたい。山盛りポテトを隣に添えて、チーズを削って乗っけたい。ねえさんさん、どうして手洗いは大事なの？バイキンをやっつけて風邪をひかないようにするため。ハンバーグできたらコショウをかけて、ナイフとフォークを両手に持って、水でジャバジャバ泡が落ちたら上手に歌えたかな？歌えた